ローランス・フレイディークによる王人とバススルーズニルの知恵クラブによる争い。バフスルーズニルの言葉は北欧神話を伝えるシのエッタの3番目の詩である。バフーズルーズニルの歌とも、巫女の予言でも語られる神話の内容に言及した問答形式の詩で10世紀前半にノルウェー、またはアイスランドで成立したと考えられている。王の写本に、また、 AM748i4-2 には一部分が残されている。詩は、アース親族の王人とフリックとの間で、そしてその後王人と巨人、バフスルーズニルとの間でなされる対話形式をとって古代北欧の世界観を詳細に説明している。スノーリストルルソンによる三分のエッダの制作において、情報源の文書としてこの詩からの引用が疑いなく、 大量に使用された。40から41節については保存上の疑問点がある。ローレンツ・フローリクによるバフスルーズ・ニルの元へ行かないように求めているフリックの描写。物語はバフスルーズ・ニルの邸宅を尋ねるのが賢明なことか、どうかについて王人がフリックの助言と指導を得ているところから始まる。王人のこの行動方針に対し、フリックは忠告していった。 バフスルーズニルは、とても強大な巨人であり、彼女が知っている中で最も強大なものの一人で、ある、と。それでも王人は、バフスルーズニルの探求へと進む。バフスルーズニルの館に到着すると同時に、王人は、バフスルーズニルの知識を、知恵比べの昔ながらの手法を用いて得ようとする。バフスルーズニルの回答は、彼の館にこのさすらい人を受け入れ、王人が、 より賢いことが証明されるならば生きたままで彼が去ることを許すというものだった。偽りに長けた王人はガグンラーズになりすまそうとし、そして旅人に与えられるべきありきたりの艦隊を願う。バフスルーズニルは不意打ちを食ったものの自身でガグンラーズを椅子に招く。それから謎解きの勝負が二人の間で始まる。第十九節においてバフスルーズニルは 勝負に首をかけることを提案したが、第55節では王人が勝利したことで、自身の運命が定まったことを悟って、この提案を悔いることとなる。知恵比べの終わりに、バルドルの遺体が、弔いのための船の上に置かれる前、王人が、バルドルの耳で何を囁いたかについて王人が彼に、尋ねたとき、それは王人だけが答えを知っている質問であったので、バフスルーズミルは、 王子の狡猾さに屈服することを余儀なくされる。質問者が答えを知っていた質問がされる可能性がわずかでもあったのは知恵比べのルールである。そしてこのことによってバフスルーズニルは彼の客が誰なのかに気づく。ありがとうございます。